車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さて、私今週なんですけど、なんかね SNS で見つけたんですけど、シフトレバーが人間の手の形をしているっていう写真出てましたよね。で、知り合いのジャーナリストさんからも教えてもらったんですけど、いやすごいの、本当ね、こうなんて説明したらいいんだろう、人の手なんですけど、こう指とかもすごくリアルにできていて、まあ、つまりそのシフトをね触るとまるでこう人の手を握っているかのような感じになるということで、写真見るとちょっと私的には怖かったんですが、まあ、その教えてくださったとあるジャーナリストさん、一応名前を伏せておきますけど、なんかその方は結構寂しい時にいいんじゃないかという話をしてました。そんな風にね感じることもあるのかと。いや、それにしてもユニークだなと思いますよね。どんな発想からできたんだろう、すごいななんて思いましたけど、以前から私ね、どうしても車にこれがついてたら嬉しいんですって思ってるものがありまして、よくケーキを買うんですね、ホールケーキで。その度に、まあ、私の乗り心地の悪い車だからかもしれませんけど、買ってね置くんですけど、ちょっとガタンって揺れたりすると大丈夫かなとかね、すごいそのゆっくりゆっくり走ってね、交通渋滞を巻き起こすわけにもいかないし、あれ人にやっぱりこうプレゼントしたいものだから、ぜひねホールケーキをこうしっかりスポンって置けるなんかスペースがあったらいいなーなんて思うんですよね。まあ、どんどんわがままなことを言い出しますね、本当にね、こいつっていう感じかもしれないですけど、でも多分皆さんも運転していて、ほんとふとした日常の時に、あ、こんなのがあったらすごく便利なんだけどなって思うことあるんじゃないかなと思うんですよね。ぜひ車にこんなものがついてたら嬉しい、そんなものがねあったら送っていただければ嬉しいなと思います。今日もメッセージお待ちしています。The Motor Weekly。 ドライブをお楽しみの皆さんにクイズです。国民一人当たり年間渋滞に費やしている時間はなんと約30時間ですが、渋滞を避けて快適なルートを教えてくれる空いてルート案内機能付きのカーナビといえば、はい正解、パナソニックのストラーダデューナビだけ。パナソニック。大容量ラゲッジスペース、サーフボードも乗せられる。そこでチョイス、ちょうどいいフリード。運転しやすいコンパクト、細い道もスイスイ、なのでチョイス、ちょうどいいフリード。便利な両側スライドドア、乗り降りしやすい。そんなわけでチョイス、ちょうどいいフリード。抜群の環境性能、ガソリンいつ入れたっけ、だからチョイス、ちょうどいいホンダフリード。ドイツではフェーラー、スリランカではノヘキヤーワ、インド西部のグジャラートではブール、南アフリカのクワズルナタールではウクシュレーカ、日本ではミス。ミスはどこにでもある。だからトヨタセーフティセンス P は4つの安全機能で運転ミスに備えます。詳しくはウェブで。藤本恵美里がお送りしているザ・モーターウィークリー。さてこの時間お話を伺うのはモータージャーナリストの佐藤久美さんです。久美さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日ですね、久美さんとお話ししたいのは、はい、もうやっぱりこのお話は久美さんに来ていただきたいなと思いました。今日はレクサスについてちょっと取り上げてお送りしていこうと思ってます。もうレクサスといえば日本を代表する高級車ブランド、そして今だとどうなんだろう、スピンドルグリルとかってね、いう方も多いのかなと思いますけど、そんなレクサス、実はどんなラインナップがあって、どんなところがすごいのか、そういうのをちょっと知りたいなと。なるほど。はい、思いました。はい、でまず、久美さん、レクサスといえばなんですけど、はいはい、もう久美さんね、ずっとレクサスの車っていうのはたくさん乗られてるかと思うんですけど。そうですね、市販車も乗ってるし、レースでも 何台か乗ってます。はい、はい、で久美さんの中のレクサスといえばっていうとどんな感じなんですか。難しいでもやっぱり日本が誇る唯一のプレミアムブランドですよね、うん、レクサスって。で、もともとアメリカで先にねブランドができていて、日本で今
丸10年経って、最近やっぱりエクセッショナルと思うのは、やっとこうレクサスとしてのブランドアイデンティティが確立されたなっていうのはすごく感じますね。そのどの車に乗ってもレクサスらしさっていうのが感じるようになったんですけども、はい、それが何って言われてすごく難しいんですけどもやっぱりその日本車ならではのところ、まあ、その匠の技であったりとかおもてなし感であったりとか、うん、でその走りの性能ももちろんなんですけど、そういうやっぱ細やかなところもやっぱレクサスらしいなって感じますね。あ、なんかね、レクサスなんて聞くと、はい、私はそのレクサスのオーナーになったら、うん、どんなことが起こるんだろうみたいなことを考えちゃうんですね。確かにそのいわゆるこうなんていうのかな、先天的に言われているフレーズいろいろあるじゃないですか、はい、ところが実際に乗ってみると、乗って気づくなんか細かい心遣いというか、はい、おーっていうのが結構あって、うん、まあ、例えばこれは見ても触っても分かるんですけれども、レザーのインテリア、あの革もなんかすごいこう何度も舐めしたりとかして、すっごいしっとりとしてて柔らかいんですよね、うん、まずそこに乗っておーってこう感動しますよね、あと例えば本当にちっちゃいことなんですけど、こう窓が閉まるときにね、ビューッと閉まってって最後にスッとこうゆっくりになる、うん、でこれってあれなんですって、旅館の女将が襖を閉める時の小さなとか、はいはいはい、なんかそういうのからヒントを得たとか、ピシャンって音がしないように、そうそうそう、しないように、だから窓もピシャンと閉まらないように、はい、ちょっとゆっくりになるとか、なんかそういう細かい心遣いがいろいろあるんですけれども、あとですね、その機能装備でいうと、私がレクサスで感動したのが、はい、ステアリングヒーターなんですね。ステアリングヒーター、はい、これついてる車って、はい、国産輸入車問わず少ないんですよ、すごく。まだまだ日本で売ってる。そうなんですか。スイッチパチッと入れると、はい、冬場も本当にこれ欲しい。私も以前乗った車についてたんですけど、もうヒーターが温まるよりもシートヒーターよりも何よりも手がね、こう温かくなるとすごい楽なんですよ。でレクサスはこれですね、オプションももちろんありますけども、はい、ステアリングヒーターが装備されていて、はい、これ私結構感動なんですそうね、寒がりの女性の方にも、女性はもう冬場はね、本当これあったら嬉しいと思うんですけども、そうですよね。いや、でも多分ステアリングヒーターだと、私も今そうなんですか、はい、なんて言っちゃいましたけど、まだまだ驚かない人がいると思うんですよ、はい、絶対クミさんならではの何かもっともっと持ってるはずですレクサスのおもてなし、レクサスのおもてなし、はい、一番驚いたのが、はい、コンシェルジュサービス来ましたね、はい、すごいセレブですよね、まあ、これはね、これは本当に要するにプレミアムブランド数あれど、はい、このおもてなしはやっぱもう国産の強みといいますか、レクサスならではだと思うんですけどもね、まあ、例えば電話一本というかね、もうそれスイッチなんですけども、はい、とまあ、例えば走行中ってナビの設定って純正だとできないじゃないですか。それもどこそこに行きたいんですけどって言うと、ナビの設定をそのオペレーターの方がしてくださったりとか、はい、言うのはもう序の口、序の口なんですか、はい、私去年ですね、たまたまその、まあ、先輩のジャーナリスト、まあ、ドライバーの方と 4,5 日一緒に出張してて、はい、レクサスの LS に乗せてもらってたんですね、はい、まあ例えばその最初 の1個目のサーキットがあって、出張先の宿泊のホテルがあって、次に行くサーキットがあって次 の宿泊のホテルがあって、それ全部もうナビにセットされてるんですね、うん、こんな貴重面で豆な人だったっけなと思ったら、それやっぱりそのオペレーターの方が全部もう順番にポン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 ってセッティングしてセットしてくださってるんですね、じゃあ全てそのコンシェルジュサービスでやってもらった。でさらに泊まるホテルに駐車場がないということに気づき、はい、まずそれが確認あるかどうか確認してもらってないって、じゃあ周りの駐車場を探してとかね、うん、でそういうのも全部やってくれるんですね。至れり尽くせりですね。至れり尽くせりで、でそのなんかレストランとかも探してくれたりとか、うん、本当にコンシェルジュが車に乗ってるような感じで、すごいなと思いましたね。そうなんだ。なんかね、こう お仕事の邪魔になっちゃうから、うん、いろいろ言えないですけど、いろいろなんかこうお願いしたくなっちゃって、本当にその人そんなことまで頼むのっていうようなことも助手席から乗って頼んだんですか、そこまでやってくれるんだってね、結構感激というか、頼む方も頼む方だけどちゃんと対応してくれるんだなって感動しましたね。私ちょっとそのレクサスってライバルってどんなところなんだろうってハテナマークがあったんですけど、
そのあたりってどうなんですか、ね、そうです、直接的にライバルっているんですか。まあ、やはりあの日本でやっぱその買うとなった場合にあのライバル車として上がってくるのがやっぱドイツのプレミアムブランド、まあ、メルセデスであったり BMW アウディであったりっていうところがやはりあの車としてはまあその車格とか価格とかそういう分かりやすいところに行くとやっぱり最大のライバルかと思いますね。でもこうなんかレクサスならではというか、はい、そういったライバルと違うところみたいなのもあるんですか。うん、そうですね、やっぱ今言ってるのそのやっぱ細かいあのもちろん輸入車もねあの高級車になるとあのイタリアに尽くせる部分もありますけども、やっぱ今言ってるような話っていうのはあの日本ならではの感覚だと思いますし、やっぱりドイツ車ってこう全然なんか硬質な感じがありますよね。乗り味としてこうカチッとしてあの剛性が高くてっていう、はい、であのレクサスもやっぱりその追いつけ追い越せであの性能どんどん高くなってるんですけども、やっぱりそのドイツ車とは一味違った乗り味があって、それやっぱり日本車ならではの部分もあり、あとやっぱりレクサスって最大のマーケットがアメリカなんですね。なのでなんかアメ車ってこうゆったりしたっていうかちょっとこう懐深い部分があるじゃないですか、はい、そういう乗り味もだからドイツ車的なあのハイスピードにも耐えられる性能がありつつ、こうちょっとアメ車的な懐深さも持ち合わせてる感じがすごくするんですね、うん、それが、まあ、最近なんかどのレクサス乗ってもそこがこう結構確立されていて、はい、それがこうレクサスの乗り味なのかななんて私最近ちょっと思ったりしてますね、なんかこうね高級車っていうと、はい、どうしてもそのしっかりみたいなものから、うんはい、あのその硬質っていうのをちょっと私もイメージしちゃったんですけど、はい、そうじゃないその乗り味というか、うん、なんかこうかっちりあの側はねあのボディの剛性はしっかりしてるので、こう側はカチッとした感じはあるんだけども、うん、あのなんかこうら卵の殻は硬いけど中はこう適度な半熟みたいななんかそういうねちゃんと殻はあのそういうようななんかこうこういや優しい感じが、うん、あのなんか有機的な感じだからこう無機質な感じじゃなくて、うん、こうドイツ車ってすごく性能高性能であの精度の高さを感じます。やっぱ機械工業製品としての機械としてものすごく精度が高いっていうのをドイツ車乗ると感じるんですけども、レクサスもうちょっとそこにですねあの有機的な感じなんかこう人のあったかさみたいなのが感じられるっていうのが、うん、あのレクサスの魅力かなって私は思いますね。The Motor Weekly。藤本恵美里がお送りしているザ・モーターウィークリー。さて引き続きモータージャーナリスト佐藤久美さんをお迎えしてお送りしていきます。久美さんレクサスをテーマにね今日お届けしてますけど、はい、あのレクサスって、はい、その車だけじゃなくって、うん、他にもこういろんな提案をしているっていうのを聞いたことあるんですけど。そうなんですね、あの車だけじゃなくてライフスタイル全体を提案しているんですね。ライフスタイル全体ってそれってどういうなんか漠然としてますよね。例えばあの一番わかりやすい例で言うと、うん、あの青山にインターセクトバイレクサスっていうお店を出してるんですけども、来ました、はい、ちょっとおしゃれですよね。おしゃれでした、ねうん、そこだからその建物全体も空間ですね、そのデザインも、そうだし、はい、ただそのレストランで食事を出すっていうだけじゃなくてもう空間全体プロデュースされてますよね。であそこでそのもちろんいろんなでこだわりのあるデザイナーさんのものを売っていたりとか、あのファッションですね売っていたりとか、うん、もちろんレストランがあったりとか、まあ、そういうので一つのそういう提案もしてますし、あとまあイベントでも車のイベントはもちろんねやってるんですけども、まあサーキット走ってもらったりとかっていうのもあるんですけど、それだけじゃなくてゴルフだったり旅行だったりっていう、うん、そういうのを通じてやっぱそのラグジュアリーな世界観っていうのを、あるいはレクサスの世界観っていうのもいろいろ提案して、うん、車をこう買ってどうぞっていうだけじゃなくていろんなそういう世界観を楽しんでくださいっていう、レクサスのブランド スローガンってアメージングインモーションってあるんですけども、はい、まあ、期待以上のこう感動を次々とっていうのがあって、だから次々にその期待値以上の感動をなんか、うん、提案していくみたいな、うん、そんなこともいろいろやってますね。でもそれって久美さんやっぱりオーナーさんだけなんですよね、きっとね。でもアメージングエクスペリエンスに関してはオーナーさんじゃなくても参加いただけます。そうなんですか、うん、やっぱりほら、ね、レクサスいいけど分かんないって方も多いじゃないですか、はい、やっぱり特にこう車高級車って高
い買い物だからなかなかポンポンってわけにはいかないですよね。いや、行かない、普通の人は行かないものですよね。だからこういうあのイベントに参加して、そのレクサスのもちろん車に乗っていただく機会もあるのでね、サーキットも走りますし、うそういうので、レクサスの実際の走りを体験していただいたりとか、あるいはそのブランドのね、どんなライフスタイルなのかっていうのも体感していただくっていうのもすごくいい機会かなと思いますね。あの前にそのレクサスのインターセクト、はい、レクサス青山にあの番組で、うん、あの行かせていただいたんですけど、はい、その時も本当にあの結構いろんな方が集まっていて、うんうん、気軽に入れるんだなっていうのをすごく感じたんですね。だから本当レクサスってその提案してくれていて、さらにすごくこう幅広い人に向けて懐深くなんだなっていうのを感じました。必ずしもその車、ね、最近車好きじゃない方も多いじゃないですか、ああいうところをあの接点にしてその車好きを増えてもらったりとか、あるいはそのレクサスのブランド感を知ってもらったりとかっていうね、そういう発信もしてますよね。まあ、ちょっと車好きな方にとっては、はい、じゃあ実際レクサスその車の話を教えてほしいな、聞きたいなっていう方もね、うん、いると思うんですけど、はい、久美さん一番その新しく、はい、レクサスの中で発売になってる車種っていうのは何になるんですか。やっぱ走り系でいうと GSF っていうのが、うん、GSF、はい、F がつくということは、はい、もうスポーツモデルなんですね。レクサスの中でもスポーツモデルのラインナップになるんですけども、うん、まあ、GS ってあのアッパーミドルクラスのセダンですけども、まあ、それをベースにスポーツモデルになってるということで、見た目はセダンなんですけども、これ私でもあの富士スピードウェイで乗りましたけれども、もうあの普通にサーキットガンガン走れちゃう性能を持ってますね。そうなんだ。じゃあどうなんですか、その普通にサーキットはガンガン走れちゃうけど、はい、普通の一般道とか、一般道もちろん快適に快適に、はい、で、これエンジンですね。例えばの V8 の5リッターエンジン積んでるんですけど、最近ってやっぱ世の流れとしてこうダウンサイジングっていうのがあるじゃないですか。だからこう、気筒数ちっちゃくして、その代わりこうターボとかの下級機をつけてパワーを出すっていうのは傾向になりつつあって、もちろんレクサスもそういうエンジンもねあるんですけども、このスポーツモデルに関してはあのまだこの V8 にこだわっていて、なかなかないんですよ今この V8 の5リッターの自然吸気エンジンっていうのがもう世の中で少なくなってるんですね。だからこの自然あの大排気量の自然吸気エンジンをビューッと回して気持ちよく走れるっていうのはあのすごくあの希少な存在ですね。まあそっか、なんかねもちろんなんかレクサスのそういう GSF みたいな車にね乗りたいっていう方もいるだろうし、はい、うん、あとはこうちょっとレクサス初めてのレクサスみたいな、うん、はい、そういうのを考えるとおすすめの車種ってあります？そうですね、この車種はもうライフスタイルによって本当に異なるんですけども、あの SUV なんかも結構ラインナップ揃ってるんですが、はい、私結構おすすめしたいのが CT ですね。 CT、はい、CT、サイズが コンパクトハッチバックなんですけれども、これもあのハイブリッドモデル専用モデルなんですね。で、まあ、あのコンパクトでボディサイズもそんなに大きくないし、うん、ハイブリッドだからあの環境性の燃費もいいですよね。だけどもちゃんとそのレクサス あのラグジュアリーな機能装備も揃って、まあ、もちろんこれもステアリングヒーターちゃんと選べます。ちゃんと選べるんですね。そういう意味であのコンパクトだけれども、はい、まあ、あのハッチバックってやっぱ使い勝手もいいですしね。で本当女性なんかにもおすすめしたいんですけども、まあ、そのあのコンパクトなサイズに、まあ、レクサスの世界観が凝縮されているモデルとして、あの初めての方にはおすすめの一台かなと思いますね。なんかその小さくなってもねサイズが、はい、それでもやっぱそのレクサスが凝縮されて詰まってるっていうのはさすがだなっていう ねやっぱり車ってどうしてもこうら、うん、ちっちゃい大きい方がなんか高級、そう、そんなイメージがね勝手なのあるじゃないですか、はい、でそうじゃないと言いつつもやっぱりそういう傾向がある中で、まあね、ちっちゃくてもその上質なものがちゃんとあるっていうのはやっぱりいいですよね、うん、はいね。あの今後なんですけど、はい、レクサスってその展開としてはどうなんですか。何かニュースだったりとか新しいものとかあったりしますか。あの私自身も期待しているのが、今年の1月にデトロイトモーターショーであのワールドプレミアされたラグジュアリークーペ、はい、LC500 っていうのがあるんですけれども、はい、どうなんだろうって、私ももちろんまだ見ても乗ってもいないので、うん、ちょっと期待したいところですね。あ、なんかそういえばあの私もニュースで見たんですけど、はい、
何でしたっけ、マルチステージハイブリッドシステム、はい、とかいうね、これがまた世界初なんですね。そうですよね、うん、そう、ハイブリッドシステムもそうだし、これもやっぱり V8 5リッターエンジンなんですけども、なんと10速 AT が実測 AT、ね、すごい どこまで多段化されるんでしょう ね、 うね、トランスミッションは実測ですもん ねですよね。でそういった意味ではこれ、あの実はあのベストインテリア賞っていう、あのアイズオンデザインアワードっていう、あのデトロイト あのモーターショーで、賞も受賞してるんですけれども、そのデザインもそうだし、そのテクノロジーっていう意味でもそうだし、すごくそういう意味では見た目も中身も注目されてる一台ですよね。いや日本ではまだまだですか ね、今のところ来年の春くらいじゃないかと言われてますね。ちょっと待ち遠しいですね。そうですね、でもそういうね、なんかこうニュースとか、あとは画像とかをね、見つつこう楽しみに想像しながらっていうのもね、そうですね、あの本当幸せな瞬間かもしれませんけどねぜひじゃあまた、あの久美さん、いろいろレクサスについても、はい、そしてもちろん走りについても、はい、いろんなお話また聞かせてください。この時間、佐藤久美さん来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。大容量ラゲッジスペース、サーフボードも載せられる、そこでチョイスちょうどいい、フリード。運転しやすいコンパクト、細い道もスイスイ、なのでチョイスちょうどいい、フリード。便利な両側スライドドア、乗り降りしやすい、そんなわけでチョイスちょうどいい、フリード。抜群の環境性能、ガソリンいつ入れたっけ、だからチョイスちょうどいい、ホンダフリード。僕の時だけ自動ドアが開きません。コンビニに入ってもピンポーンって鳴りません。トイレの電気も勝手に消えます。そんな僕でも感知してくれますか。はい、トヨタセーフティセンス P は歩行者を検知、衝突回避をサポートします。よかった。詳しくはウェブで。ドライブをお楽しみの皆さんにクイズです。ブルーレイプレイヤーの国内普及率はもう 40% を超えていますが、では車の中でブルーレイ映像を楽しめるカーナビは、そう、正解、パナソニックのストラーダビューナビだけ。走行中はリアモニターで。パナソニック。藤本恵美里がお届けしてきましたザ・モーターウィークリー、いかがでしたでしょうか。今日はレクサスということで佐藤久美さんにお話を伺いましたけど、なんかね、こう高級車っていう言葉を使ってしまうと、こう私にとってはもう雲の上の存在であって、なんかとっても縁遠いっていう感じがするんですけど、今日ね、なんかいろんなこうお話を伺っていく中で、やっぱりそのレクサスっていうのは日本人としてのこうおもてなしの心だったりとか、すごくこう日本人の私たちが感じるような感覚、そういったものがね、こう詰め込まれている高級車なんだなっていう風に思いました。そう考えるとね、いやもちろんあの簡単に買える車ではないけど、でも本当身近に感じるなって気がします。お届けしてきましたザ・モーターウィークリー、今日の放送は翌週番組サイトthemotor.jp にアップされますので、こちらもチェックお願いいたします。そして LINE アットにザ・モーターウィークリーのアカウント開設してます。番組情報などを発信してますので、友達登録してくださいね。そして番組 Facebook にもぜひいいねをお願いします。ザ・モーターウィークリーではあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスは tm@fmyokohama.co.jp、 ザモーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp です。愛車自慢や好きなドライブスポット、こんな車を特集してほしいなど、ぜひ具体的な車種を書いて送ってくださいね。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。それでは皆さん、良い休日ドライブを。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本恵美里でした。また来週。